さあハンターランク2の緊急クエスト、雷の反逆者ライゼクス1頭の狩猟、ノリによるダウンを2回なんでよろしくお願いします。あと尻尾もよろしくね。レッツゴー。ココット村を騒がせている電流が盛岡に現れたようだ。浮かしたての蝶にも似た美しい翼膜の持ち主だが、騙されるんじゃないよ。性質は凶暴にて冷酷、攻撃は強烈にて残酷さ。準備おさおさ怠りなくね。ちょっと余裕が余裕が打ち消しは攻撃効くっぽいから もらってくね。私持ってないわ、10個持ってきちゃった。4番全部いただいた。ってことは正面から行った方が早いか。猫とかけっこだ。速度同じ。猫の方がちょっとだけ速いのか。速いんかな。離されてるみたい。猫の方が速いっぽいな。スタミナがあるし。で俺そろそろスタミナ回復のために肉食わねえと。あ、どんどん離されていく。結構な差だな。猫やっぱ速いんだ。猫速い。でも採取した後にさ、あの壺の中にアイテム入れるエフェクトが。ああ。あの時によく小型モンスターに突っ込まれるんだけど。まあ、突っ込まれた方が早く終わる。こんばんは。気づいてないの。もうちょっと待った。ああ。そうか、別にエリアルがいるから。いや。音爆弾食らった指定モンスターみたいになってんじゃねえか。待って。乗る。ほら、乗った。一旦離れろ。暴れるぞ。頭の方回っとこう。終わった。こかして。頭に回る。武士道だからこの後立ち上げないんだ。痛い。ズバズバ。ここだ。早すぎた。はい、大丈夫。ああ、方向が。結構適当でもどうにかなったな。クマさん、いる。おい今なんかすげえ避けたぞ。大丈夫かこれ。ほら回復、自分でも回復しろよ。さすがにもう乗った。割れてる。危ない。オッケー、頭開けとる。あー終わった。おお、2回乗りだもん。ドケドケ。よろしく。多分ピオルドケドケ。ほら。一本消えてまうじゃん。これ打撃ぶっちゃうもん。やっぱそれなりに強いな。星2の緊急ってことは星3クラスだもん。お、こけた？乗った？乗ってない。飛べ。多分猫を吹っ飛ばした気がする。猫を吹っ飛ばした。戦力や。最高戦力。何言うの？頭壊れてた。落とし物が2個あるんだけど。なんだもんね。いただきます。龍の涙かよ、両方。おー、やりづれぇ。こいつの声でほんま当たらんな。当たり判定が全然ないんだよ。ミオガと同じようなもん。どこ行った？あ、飛んだのか。当たったよ。足に潜り込む方がね、攻撃食らわないんだよ。そう、アイテム拾ってたら当たったよ。あれ、乗ってない。スピンよ。ほらほら、ほんと攻撃当たんねえな、こいつ。行って、痛い。回復薬飲んでます。乗った？乗った。そこだ。増えた。獣宿ししとこ。誰かが乗ってる時にやったらちょっといい。頭任してください。いやいや、尻尾まだ。尻尾あれ、当たらんかった。
伊賀爆弾が当たらなかった。よし、尻尾もいった。もうあと倒しちゃうだけだ。もう切ったよ。なんか壊れた。翼が壊れたね。ダメージに攻撃しなきゃ。もう倒しちゃっていいか。あ、獣宿しがなくなる。よし、尻尾ほじくったらどうせ5番だろ。寝に行くのは。よし、私落とし物拾ってこう。お、尻尾出た、尻尾出た。これ欲しかったんだ。尻尾出た。尻尾どこ？この辺。あった。スーパーサイヤ人が。もう終わるわ、獣宿し。捕まえる？一応持ってきてるけど。あ？あれ？終わってる。終わったの。最強戦力の俺が倒したの。マジか。猫に倒された。取られた。フィニッシュシーン取れなかったじゃねえか。ご苦労。ご苦労。ペットの香川アニアが倒してくれたぞ。イエーイ。ウロコ。優秀なペット。何もしてやらなかった。発電光だ、ま、叩いた。何がレアなんだこれ。激輪あるっぽいぜ。一回激輪は出た。ライゼックス一応叩いて、カン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 。尻尾に、殻に、発電光、ウロコ。報酬に期待だな。踏まれた。俺を踏み台にしただと。頑張ったらジェットストリームアタック再現できそうだよな。3人と1人いるから。おうしゅ、うわ少ね、4個かよ。うろこ、爪、大電膜、うろこ、光るお守り、うろこ、お冠光みたいなの出たよ。発電光、大電膜、サブが4つも出てる。い多いなこいつ種類。激輪あった。あ、いいな。5分2秒、惜しかった。あと3秒で0分張りだったのに。よし、ハンターランク3。